はい、こんにちは。ね、今日はこれなんだかわかりますか？これね、バイオチェリーって言うんですよ。バイオチェリー、こちらの方のね、今日はお話をしようと思います。よろしかったらご覧ください。どうぞ。今日は、バイオチェリー。バイオチェリーって何なのって話ですよね。バイオチェリー、チェリーっていうと、さくらんぼみたいなね、そのバイオってなんだよって話ですけども、バイオチェリーっていうのはさくらんぼと、西洋スモモを合体させた、要はね、交配させたもので、プラムですね。プラムの一種ですね。で、ここ最近ね、バイオチェリーってよくね、販売されてますけども、やはりね、レモンだけでなくてね、こう、自分いろんなものをね、こう、果樹として、こう、栽培してみたいなと思いましてね、今回ね、皆さんにこのバイオチェリー、こちらの方ね、ご紹介しようかなと思ってます。で、バイオチェリーのね、要は育て方ですよね、育て方。大体、基本的にどういうふうにすればいいのって部分をね、今日お話ししとこうと思うんですけども、まずね、この大きさで大体売ってる時っていうのはね、5号鉢ぐらいですね。これぐらいの鉢に売ってるんですよ。すごくこう、ひょろっとしてるんですよね。ですから、その鉢のままだとこう結構倒れちゃいますね。で、今回これ植え替えてあるんですが、このバイオチェリーね、この、なり方の特徴もありますし、この開花とかね、その辺のね、お話もあるんですけども、まず開花時期っていつ頃なのって、これレモンと同じですね。レモンと同じに、大体4月頃開花して、じゃその後の収穫時期はいつって話ですけども、収穫時期これ早いんですよね。バイオチェリーってね、4月に開花したと思ったらば、もう8月から9月には収穫なんですよ。と4ヶ月か5ヶ月で、収穫できるのって話ですけどね。レモンの場合には、収穫大体6ヶ月ぐらいかかるじゃないですか。で、大体5月頃に、4月から5月頃、開花したもの、それがね、収穫っていうとね、早くてもグリーンレモンって10月頃じゃないですか。10月頃から年を越して1月頃まで収穫時期ですけどね、バイオチェリーだって早いと。それと植え方なんですけれども、まずバイオチェリーを購入して鉢に植える場合には、元肥として何を使うのかって、これ有機肥料を使ってください。バイオチェリーは有機肥料を使うことによって、土壌改良プラス、その、ね、微生物の力を借りて育てるのはいいらしいです。ですから、化成肥料じゃなくてね、有機肥料を使って植え込んであげるってことですね。それと、剪定の時期なんですが、レモンと一緒にパシャパシャやっちゃってくださいね。剪定の時期なんですけども、この剪定の時期、レモンとちょっと違いますね。剪定の時期は11月頃です。11月頃から1月頃かなまでの間に剪定をする。それで、バイオチェリーっていうのはこういう短い枝にいくつもなるようなんで、短いから、ね、こう細いからといってパチパチ切っちゃわないでくださいね。バイオチェリーはこの短い枝と細い枝、これ残しておいてください。残しておくことによって、そこに花芽がついて実がなりますから、やったらこうパチパチ切らない。ただ、大きく伸びたがために、大きなところをね、摘心かけていく、パチンって摘心をかけていく場合には5月頃摘心してください。そうすることによってね、大丈夫なのでね、大きな枝は5月頃ね、細かい部分のお手入れっていった部分は11月から1月ぐらいの間に、手入れを済ませるといいってことです。で、味の方なんですけども、味の方が非常に甘い、糖度がね 16% から 18% ぐらいあるよって言われてるんですけども、非常に甘い、プラムですね。プラム神ですね。プラムですけども、その甘い、プラムの形状というのはね、こんなもんなのかな、ゴルフボールぐらいですよ、ゴルフボールぐらい。で、周りがどちらかというと黒っぽい紫色ですね。黒っぽい紫色で、それこう切ってみると、中はね、割とね、オレンジ色に近い黄色ですね。オレンジ色に近い黄色。そういった実がなります。ですから、こう、なんだな、なんか似てるものって言ったら何言ったらね、ジャボチカバとかね、あの辺がね、もしかしたら、似てるのかもしれない。実としては。で、色合い的。パッと見た目は巨峰のでっかいのがなってるみたいなね、そんな感じだと思うんですけども、そういったような、実がなりますね。で、この実を食べることによって、どういう、こう、身体的にね、効果があるのかっていう部分でね、こういろいろ書いてあったんですけども、まず貧血気味の人。
貧血気味の人とかね、こう高血圧の人、高血圧の人、それとね、あの眼性疲労ね、目の疲れやすい方ね、アントシアニンがすごく多いので目の疲れやすい方にもいいですよということでね、いろいろこう説明の中には書いてありました。そういった部分で、まあレモンとまた違うんですけれどもね、レモンはどちらかというと酸っぱいね、こう加工して作っ、ね、こう使ったりとか、しますけれども、バイオチェリーのままね、そのままこう木からもいでね、そのままパクッと食べられますね。自分はね、あのレモンでもこう木から取ってパクッて食べますけどね、すごい酸っぱいですよね。ただあの菊池レモンに関しては割と、パクッと食べても、うん、マイルドかなっていう感覚を受けますけどもね。まあそういったようなね、こう果樹系でね、いろんな果樹ありますけど、自宅でこう栽培される果樹の中でね、やはり甘いものも欲しいなと思えばね、こういったバイオチェリーなんかもいいかもしれないです。でチェリーと言ったからといって、アメリカンチェリーとかね、日本のサクランボっていうものを、まあ、買ってきてそれを育てようと思うと、バイオチェリーとまた違うんですけども、サクランボの場合には木が2本いりますからね。サクランボを育てる場合には木が2本いる。要はこの1本の木の、花が咲いたからそこでこう人工受粉とはいかないんですよ。他の木のね、こう花粉を受粉してやらなしたらならないので、サクランボの場合には2本必要だってことですね。でバイオチェリーの場合にはこのままで大丈夫なんで、その辺はね、こちらの方が育てやすいのかなっていう気もしますね。こういった形でね、今回はね簡単ですけどもね、バイオチェリーってこんなね植物もありますよということで、ね、皆さんにご紹介、方々ね、購入したものちょっとお見せしてるんですけども、ぜひよかったらね、皆さんもこういったような甘い果樹もありますよってことでね、ぜひ試して育ててみるといいと思います。ブランド栽培で十分できると思いますのでね、よろしかったら皆さんもやってみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。